皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は私が普段使っているまつげ美容液を2種類それぞれ違うものを左右に塗って、どれくらい伸びだったり太さが出たり違いが出るか検証してみました。はい、今回実際に使用したのがこちらのビューティーラッシュのオリジンのものと、こちらのタリカリポシルズアイラッシュセラム EX です。はい、こちらをそれぞれの目に1ヶ月しっかり塗ってみました。まずこちらのビューティーラッシュは以前動画に出したことがあるアイテムです。あまりにも伸びすぎて、もうどこまでも伸びてしまうから使うのをやめましたっていう動画なんですが、その動画を出した時が今まで検証だったりとか比較とかそういう動画を作ったことがなかったので、作った感想をただペラペラ喋るだけの動画を出してしまったので、どれぐらい実際に伸びたかっていうのが何もわからない動画だったので、改めてこちらでどのぐらい伸びたかを実際にお見せしたいなと思って使用してみました。あとこちらはタリカというフランスの老舗のブランドで、自然由来成分がたっぷり入ってる美容液です。でこちらはお友達からギフトでもらったもので、今まで使ったことがなかったので、ちょっと自然由来の肌に優しいタイプと、私が今まで使っていてとっても効いたなと思うこちらのアイテムの比較を実際にしてみました。まずこちらが私の元のビフォーの映像です。ちょうど1ヶ月前4月23日の時の私の目元です。この時も特に傷んで切れてるとか生えてない場所とか特にそこまで強くはないんですが、このくらいの感じで、最近ちょっとまつげケアしていなかったので、すごく綺麗に生え揃っているっていうわけではない状態です。3日目の状態です。まだ両方とも劇的に伸びたっていう感じはしないんですが、もうパッと見てわかるように目の周りの色素沈着がすごく、やっぱりこっちは強く出てるなっていう印象です。ちょっとね、上のくすみ感じるし、パッと目を開けた時ここがやっぱ赤茶色にしっかりなってます。長さはまだ劇的な変化はありません。1ヶ月使用し終わりました。どうでしょうか。こんな感じです。私的にはね、見るからにすごく生えてきたかなっていう印象です。まず見てわかるのが、私的にはこちらのビューティーラッシュの方が断然長さがすごく生えてきているかなっていう感じです。そしてやっぱり前回も動画にしてるんですが、ビューティーラッシュの方は長さがすごい出る分、色素沈着がすごいする、このぐらいします。こっちもね、多少してるし、もともと目のくすみもあるんだけど、それ以上に本当アイラインを引いているかのぐらい色素沈着していて、もう目の周りは本当にちょっと軽いパンダぐらいの感じで暗くなっています。ビューティーラッシュは本当に今まで使ってきた美容液の中で一番確実に私的には伸びているんですが、その欠点としてくすみが出る、色素沈着が出る、あとは少しね、日によってちょっとこの際が痒くなることがあります。私はセンシティブじゃない方、強い方を使っているので、よりちょっと危険と隣り合わせというか、少し気合を入れて使わないと心配なことが多いかなと思います。あとは嫌なことじゃないんだけど、剃ればいいんだけど、ここら辺の産毛までしっかり生えてきます。これもう私ちょっと剃っちゃったんだけど、ここにふさふさって、今までありえないふさふさ感の産毛も生えてきます。それぐらいここら辺に作用しているっていうことですね。続いてこちらタリカです。タリカは今回で初めてしっかりこんなに使ったんだけど、私の印象としてはぐんぐん長さがすごい出るっていうよりは、太くてコシのあるしっかり健康的なまつげになるっていう印象です。長さもね、もちろん出ているんだけど、これとこっちと比べると、ほんとコシが出た健康的なまつげになっているっていう感じです。で、自然由来成分でできているので、万が一目に入っても安心だし、
あのその目の周りの色素沈着はほとんどないし、もともとの私の目のくすみぐらいですかね、とかで、やっぱり優しい成分だけど、ここまで腰が出てしっかりこうまつげが、なんかどちらかというとビヨンと長さを出すというよりは、ちょっとドーリーっぽいふさふさのふわふわのまつげになったなっていう印象です。はい、まつげを上げた状態です。私的にはパッとやっぱ見てもこっちがすごい長さが出てます。でもちろんやっぱりタリカもすごい長さも出たんだけど、このビューティーラッシュのすごいなと思うところは、目頭の方ってあんまり毛がなくて、まあ、そういうのもあってここにいつもインラインを引いてるんだけど、いつもないはずのここにこんなにたっぷり毛が生えてきていることです。だから結構こっちが何もしてないのに、ここにも本当にこう黒いものがしっかりある、そんな印象で、ここあんまりないんですよね。そうだから、タリカはもともとある毛をこう根本的にしっかり健康的にっていう感じで、ビューティーラッシュはなかった場所からも毛を生やす力みたいなのがある感じがしますね。あと下まつげもこんなにすごい長くなりました。はい、こんな感じで、こちらが1ヶ月経った私の顔です。今日はね、こう実際によく見せたいと思ってメイクしているんだけど、アイシャドウもしているけど、ラインは一切入れていません。こうパッと見てどうですかね、そんなに変わらないといえばそこまで変わってなくて、あの両目ともすごく伸びたと私は思っているんだけど、やっぱりこっちの伸びようが、あ、このビューティーラッシュ使ってた時思い出すなっていう伸び感です。存在感が強すぎて、これ一回もう私丸々1ヶ月使ったんだけど、ここでもう一回ちょっと中止しようと思うんだけど、こう中止してからもう伸びると思います。前回がそうだったので。なのでまだ多分伸び続けて、あの本当にね、すっぴんの時でもこうまつげ同士が絡むぐらい、あちこち行くぐらい伸びます。こんな感じで、下まつげもすごいこんな感じです。で、さっきも言ってたみたいな色素沈着は結構しているので、私あえてこういうオレンジとかブラウンで両目囲うようなこういうメイクを最近しています。はい、でこっちはね、こう本当に同じマスカラを同じように塗ったんだけど、こっちの方がふわふわしてるの分かりますか？なんか一本一本が本当腰があって強く生えている感じです。なんかつけまつげをつけてる時のまつげみたいな感じ、ふわふわでしっかりしている健康的なまつげです。で、下まつげはここが最初にこう生えてないなって、ちょっとだけここが生えていなかったと思うんですが、ここもしっかり生えてきています。はい、こんな感じで2種類のタイプの全然違う美容液を左右で塗り比べてみました。私の正直な感想は、やっぱりビューティーラッシュはすごい、本当に効果が出やすいものです。まあ、でもその分ちょっとだけ、なんだろう、コメントでもね、以前動画出した時にいただいたんだけど、ちょっと成分が強かったり、ちょっと怖いなって思うところもあったりして、あの成分に関しては私そういう細かいこと全然わからないので、ちょっとこう肌荒れしやすい方とか目が充血しやすい方とかは本当に慎重に気をつけて使うか、センシティブの方を使うか使用しないかがいいかなと思うんですが、使ってもらうとわかるんですが、嫌でも伸びます。私の意見ですが、すごく伸びるので、そういう時にはこれを使って、今回私丸々1ヶ月本当に使い続けてみたので、一度この色素沈着も取りたいので、一旦ビューティーラッシュをお休みして、両目タリカで、あ、そっか、でも長さ揃えたいからこっち1週間ぐらい使ってみようかな。うん、で、長さを揃えた後に、毎日のケアは私はこうタリカか、他にちょっとこう自然由来のこう健康的なまつげに導くっていうものを使っているので、そちらにしようかなと思います。皆さんもね、自分がどういうまつげになりたいか、ちょっとこう副作用じゃないですが、やっぱり目に使うものなので、そういう万が一のことも考えて丁寧に、すごく慎重に使うのがいいかなと思います。気になった方はぜひ使ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
I say that I'm alright, cry on the